おはようございます。今日はなんと津に来ました。三重県津市にやってきました。何をするかというと、私が4ヶ月くらい前から、ゴルフの上達のためにずっと見ているインスタグラムのアカウントの人に会いに行くために来ました。動画撮りに来ていいですかって言ったら、いいですよって言ってくれたので行ってきます。楽しみにしていてください。なんと僕はこの津市にあるゴルフ練習場、ゴルフフォーラムピコットというところにやってきました。ですね、ここに、僕が大好きなインスタグラムのアカウントがあって、彼らのようになんかいい感じにゴルフをしたいと思って、それを教わりに来たっていうのが趣旨です。はい、もう並んでいます。すごい並んでいる。なんとこれテイク2なのに、もう皆さんは初めてのような顔をしている。はい、おはようございます。はい、この子供たちが僕がいつも見て憧れている、ゴルファーの皆さんです。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。お願いします。で、先生の天野先生です。今日はよろしくお願いします。ガチガチのプロになりたいみたいな子じゃないとなれないとか、はい、そういう資格とかあるの？全然ないです。あ、もうやりたいって言ってもらったらいいって言ったら、ゴルフマスとかやってほしい、親の方がやってほしい。そうですね、はい。下は何歳くらいか？一番小さい方で4歳。4歳、何これですか？エリオです。エリオくん、こんにちは。こんにちは。エリコさん、楽しい？お、やる気になった。やる気になった。ありがとうございます。それで打つのか。いいぞ。おお。ナイス。エリオ君はどのくらいやってんの？秋からですね。当たった。やった。すごいじゃん、エリコ。すごい今の。すごい。へい、止め止め。へい。うまい。だいぶやってますね。週1、週1でレッスン。どうなの、やってみて。ゴルフ楽しい？こういう風になりたいとかある？お父さんにもう来年くらいは勝ちたいとか。あ、勝ちたいか。本気の子を入れてください。はい、おお。ひろまくん、どのくらいゴルフやってんの？どう、ここで習ってて面白い？面白いか、面白いか。試合とかも出たことあるの？どうだった？1位は取ったことないけど、ああ2位は2回が3回取って。それは何の試合なの？なんかジュニアの試合とか。これ打ってみていい？こんなんだよ、身長とか。めっちゃ長いよね。めっちゃ長いよね。すげえ。当たるね。怖かったけど。ありがとうございます。すげえな。これは何ですか？足が右に行くから行かない。右に行く。タマちゃんはですね、テイクバックで膝が流れて、ここが浮いてしまうんですね。体重が流れちゃうので、それを、膝を振ることで、出ないように、そうですね、練習して使って。おー、さすがだった。タマちゃん、もうちょっと右に立った方がいい。で、ボール、中入れると右に行きやすいので、傾向的に。ちょっとボール位置が中に入って。してもいいですか？すごい簡単にそれ当ててるけど難しくない？一番好き。一番好きなんだ。それで大体どのくらい飛ぶんですか？110くらい。それは5番ウッド？24度だから5番か7番かな。お父さんですか？
先生もあったんですか。いや、そんなことない。小田先生に教えてもらって、最初から教えてもらってたんで。でもなんか試合とかも出てるのかな。あー、今少しずつ試合にも出るようになって。これ、どのくらい練習してるんですか。毎週毎日とか。毎日週のうち3日か4日は打ってると。12歳、小5。この子もドライバーほぼ自分の身長と変わらない感じ。おー、母ちゃんゴルフどのくらいやってるの。1年生から5年間。5年間。嫌になったりとかしないですか。たまに。どういう時が嫌になるの。なんかダリって、寒いなとか、今日暑いなとか、そういう時って。おー、前前、ナイスショットや。ありがとうございます。頑張ってください。ドライバー好きなの。18度。すごい。それは3度ピッチング。 S ね。50度。あそこ狙うの。うまい。これ打ってみていい。ありがとうございます。あの旗、コツはある。コツはある。幅を決めてるんだ。へー。4時と7時か、うん、7時、8時ぐらい。シスタくらい。距離が長かったら、うん、こっちは短いけど、こっちだけちょっと、ここでこっちを大きくするんだ。ストッキー詰めたいやから、うん、こっちは、ストッキーはうん、左足を。そうすると楽ですね。回りやすい。ああ、体がね。正解です。これは使います。ありがとうございます。サンドウェッジの使い方を教えてもらいました。こんな感じで、子供たちにいろいろ見てることができました。で、次の動画では。この3人と僕が50ヤードのアプローチ勝負をします。そして多分負けるんです。で負けるので1人ずつ話し戦ってる様子を子どもたちに見てもらって、どうした方がいいのアドバイスをしながら、この順に僕は上手くなっていって、どうして認められるようになりたいっていう動画を撮ります。お楽しみにしてください。よろしくお願いします。お願いします。